ケイチョンチャンネルで僕らは育った。ケイチョンチャンネルの子供たち、どはい、ケイチョンチャンネル、ケイチョンチャンネル始まるぞ。はい、ケイチョンチャンネル、すごいすごい、ケイチョンチャンネル始まるぞ。パラ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 、はい、パーラーラー、はい、よいしょ、言うといてください。そのフォーメーションとかもう、取れないんですよ急にそばーってなったら。そんなのさ、いちいちこうします、ああしますって言ってやらないといけないんですか。すいません。そうでしょ、はい、我々も、うん、あなた方をちょっとでもこうドキッとか、はい、わっって思わせたいからちょっと早めに来て練習をしているんです。そうですね、それは申し訳ない。なのに、なんでカメラワークまでいちいち気にして、はい、こうやるんでこういう風に撮ってください、はい、それは確かにします。そうでしょ、はい、来ました。はい、ありがとうございます。ありがとう。ハロー。あらら、サリネ、ありがとうございます。いや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 、ありがとうありがとう。ケイチョンチャンネル、ケイチョンチャンネル始まるよ。パラッパラーパラッパラー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 。ちょっと一回リオと交えて野球をやろうとか私思ってて。キャッチボールとかね、ちょっとなんていうのかな、あのパパらしいことやろうかなとちょっと思ってたんですよ。ありがたいです。でもすごいそういう人はありがたいんで、今すっごい聞き流したんですけど、うんうん、パパパパじゃないから、パパじゃないけど、うん、俺も、うん、ちょっとしばらく会えないけどしっかり頑張ってきて、うん、なんでなんで3人なの。リオトと私でしょ、やるならいいから。リオトと俺がやってる、家族みたいになってんじゃないですか。ね、それはそれ家族みたいになってんじゃないですか。リオト、うん、もう誕生日したいじゃない、うんうん、あ、そうだね、そうなんで、一緒だもんね。まあ一緒なんで、でなんていうのかな、リオトに、うん、今まで、はい、パパらしいこと何もしてなかったから俺はやっぱりちょっとちょっと待った、ちょっと待った、パパらしいことって違う、パパじゃないから、パパじゃないから。ママは黙っといて。なんでパパじゃないよね、ケイちゃん。ん？ケイちゃんパパじゃなくない？パパみたいなの。感動。パパみたいなもんじゃない。まあ、パパ感動じゃないですか、今の。感動じゃない。ママ。ママ感動じゃないですか。ママ泣いてるね。すごいお手に。ママがもう泣いてますよ。リオとケイちゃんはママじゃないよ、ね、パパみたいな人でもないよ。でね、まあまあそうなんだからね、今日はパパらしいことをしてあげないといけないし、はい、やっぱりね、こういう広いグラウンドで、はい、ちょっとね、うちの若いもんを連れてちょっと野球を教えてあげようと思って。なるほど、うん、おい、あ、バースデー、うわぁ、何それ、何もらったの。うわ、嬉しい、ありがとうございます。あ、いいの、ママええなぁ、うわぁ、おぉ、イエーイ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 、すごい。そうそう、それで、あの、もう、あの、鳴らしてるから今日ね、朝一番に行って、朝一で何だろう、飯田橋のね、すげえベースマンに行って、柔らかくしてもらってんだよ。マジだ、うん、30分かけてきっちり柔らかくしてっつって言ってんだ。やったじゃん、うん、嬉しいんじゃない。やろうか、じゃあ早速、うん、マジで、でも一回寝てくれた、どうしたん、何言うって、サッカーで骨折した。
えしかもサッカーで野球で突き指じゃないしかもサッカーでサッカーで小指を骨折サッカーが大好き骨折じゃんそっち側の手にこのグローブを入れるやつやんやつやえどうしよう、めっちゃ申し訳ないめっちゃ申し訳ないやんえでも、いや、あかんって言われてんねん先生にあもう絶対かんでも気持ちだけ受け取っとこうめっちゃ申し訳ないようになっちゃった外さんでやかんかかん外しちゃダメ外しちゃダメだからだからほんまにダメダメ1個わかんねんほんまにお医者さんに今週大事やって言われてるから2週間ぐらいかかるもんねそうそうそういや違う2ヶ月ぐらいかかるってそんなかかんない1ヶ月って言われてるなサッカーで何したあなた何ハンドしたのあキーパーかキーパーでこう取った時にこう弾いたんだそうですこうなった時にサリナさん守ってください私がノックしましょうじゃあいや無理です無理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 ですなるほどリオト君にやろうとしたことをママにそう無理です無理私やったことないですもん大丈夫ですやったグローブもはめたことないぐらいですよでもまあこれはもう1回ぐらいはあるけどな、うん、まあまあはい嫌ですよ私やらできないんですよ本当にできないんですできないですじゃないうちもメンバーいるんだからちゃんと後ろ守ってくれますから、はい、やりなさい私が打った球を取ればいいんです嫌、はい、です私無理、本当に無理ですあ、ほらえなんてエリオンえ塗ってあげてほら優しいなぁ泣けるわもうケイちゃんがかわいそうマママジでもリオとか言うならええママママはやめて、サリナって呼べよいや、本当にやめてください本当にですよね、いいと思いますマジでこれできる私さあ行きましょう行きましょう最後出して声出してねえこの人たちママの行きましょうねえこの人たちそこ行くからそっちねえあよ取れたはい行きませんなんだそれ何ですか今のだったらお前ランナー全然走られるよ何ですかランナー走られるって何ですかランナー走られるこれ取れた胸で声出す声出す元気出す投げたリオと投げる投げてじゃんはいおーやっぱすごいちょっときついよきついです球が当たったら痛いよそれないヘタクソじゃあ早いだろなんで私に投げるのなんで私に投げる向こうやろなんで私に投げるこんなんでやりたくないこっち一人で一人でちょっと待ってちょっと待ってじゃあキャーって言う前にちゃんとボールを見なさいねキャーって言ってる暇があってちゃんと見る上手くなりたいとか何にもないねんけど大丈夫大丈夫じゃなくてしっかりはい人の胸に向けてほんで後ろいてって言ったじゃん俺も聞いてたよあの子はできない子なのあいつできない何してんのわだからこうじゃなくてこうどうと分からへんのママこうえこうこう来るからこう私どうやって撮ってますかこうママこうやって撮ってるそんなお尻出てるのママこうやってこうそうそうそうあ避けるならこっち側まあ胸に投げたものをこう胸に撮るなるほどよーうまいやったうまいいいんじゃないまずそれやめて野球やねんサッカーより野球がいいよね楽しい楽しいママははいいいよたまにはたまには自分でもわーうまなってきたみんな
だからちょっと、あなたしなんだ、さっきから帰っちゃうの、あなたしに投げる、おかしいや、向こうやん投げ返すの。すいません、お願いします。すいません、お願いします。すいません、ちょ、気をつけてよ。すいません、すいません。だっておかしいや、私投げてきてよ。だってママに渡すとねや。すいません、ママ来たら。どうした、痛い、ごめん、リアさん。どうした、うまかった、ごめん。いや、でもさ、投げてくるから、ママの方に。いや、だってママに渡すとねや、そんな、ケイちゃんも投げてるやん。うん、そうやけど、ケイちゃんに戻さなあかんやん。え、戻さなあかん前に、サリナに一回私戻すぞ。そうしない、中継しない。気をつけてくれ。え、でも私に投げてくるってこと？はい。この後も？はい。やっぱちょっと変やん、この子。リオと思わへん？この子はまあ見たらもう顔も変なだけだから。だって絶対変やもん、おかしいもん。私のとこに返してくるのも絶対野球のルールやったらホームに返すんちゃうの？違うの。違います。この人がもう変な甘い。だいたい草野球というね、草野球のチームで背番号80なんてありえませんよ。めっちゃ雑魚言ってくる。彼は見てください、よくベルトを。やばい。もうどんどんでかくなって自分で穴を開けてあそこになったよね。最後、最後の最後ですね。これ自分でもうそれ以上やっても新しいのを買わずにこれにしたんですよ。だから最後の穴からもうかわいそう、かわいそう、かわいそう、かわいそうじゃない。ベルト買ってあげてくださいよ。それが一番普通。はい、前で前で続いて、続いて、もうなんで私が行く。走って走って、ね、こっち返して、はい、行くぞ。よし、もう前で、体の前で、怖がりすぎ、怖がりすぎやな。もうどうしてそういうことになる。私別に野球とか見るのが好きやねんけど。はい、行くよ。なんで、なんで、うわぁ、うわぁ、前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 、大丈夫。ボールが止まる前で取る。はい、行くよ。あー、バック。一歩目、一歩目。ね、取れるわけない。リオとマーマーどうしたのあれ。全然あかんねん。無理、スマスカッション。やばい、見た目マーマー。これは向こう戻ったらマーマーが帰って。怒った、怒った、怒った、どうしてそうやって取ったらすぐ帰ってくないと。だってすごい飛んでくるし。止まる前に取りなさい、球は。止まる前なんか取れないでしょ。今日初めてグローブ握った人間が。ちょっと何よ、リオとの嘘つきよがり。いや、握ったことはあるけど、ほぼ初めてに等しいやんか、一回。ねえ、リオともなんでケイチョンの方に行ってんの。同じ誕生日。そう。イエーイ。偶然。じゃ飛び込んでほしいですよね。飛び込んない、そんなんだ。ちょっとじゃ飛び込んで。頑張って。いないいないいない。飛び込んで撮るのを見せましょうか。いや、無理やって、そんなんできるわけないでしょ。まあ、できるかな。じゃあ、オーケー、オーケー、さあ、もう一度行こう、もう一度行こう、ナイスイ。カモンさん、そんな飛び込まなくてもいい。ねえ、そうじゃない、何でもあるやん。ねえ、あの子おかしいってば。できてんじゃん。だって飛び込まなくても取れる球。いや、全然飛び込むことによって、こうやって取れる球をさ、取った後に飛び込んだよ。飛び込むからこそ、立ってからの姿勢が投げやすいところに。ああ、なるほど。違う違う、取った後に飛び込んでたから。はい、行って。え、私あれやんの。まあまあ、じゃあちょっと、ちょっとミネさん、ちょっと見といた。ああ、ママがやる前にちゃんとミネと、あとデブのも見せますから。無駄な動
ブックでしょ、あれさ。見ててよ、ほら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 、いらんやん、飛び込みさ、おかしいっての。交代交代、ほんでいい。はい、ほんでいい。え、いや、こういうことだよ。違う違う、おかしいじゃん、投げた方が早いやん。今のが見本、これも見本だから。取って投げな、なんで飛び込んでんの、その後が遅なるやんか、おかしいって、みんなこの部員なんや、このチーム。ほら、ほら、ほら、決めちゃダメよ。いいね、一回行くよ、今日一回避けんねんね、一歩も触れてんよ。はいよ、見て見て見て、順番な、一回避け、取るやん、取って、ほら、取ってから取り込んで、このチームね、いいね、いいね、ちょっと待って待って、このチームがもう野球が上手くなろうとか絶対してないですよね。私素人ですけど、分かりますよ、投げた方がいいやんっていうの。取ったら投げた方がいいやんっていうの、取った後に、なんか取った後に飛び込んだり、いやいや、真ん中来てんのに避けてから取ったりとか。ママのダイブ見たい。まだ見たい。リオト、リオトが言った、どうやってやんの、ダイブどうやってやんのって言って、今のもだから見たでしょ。ここで見せ上げてみよう、ちょっと見せない、ちっちゃいから、うん、ゴール際、ほら、おかしい。避けてから、ね、真ん中来てんでしょ、ほら、まだ取れる取れる、ほら、なんで避けてるの。2個もおかしいから入って、やってみて、でも、何言われてない。主治医に言われて、なんでリアタもやんの、避けて、なんで避けてる。避けて、避けて、おかしい、おかしい、何よく、そうそうそう、やっぱ一回下がってね、一回下がるんですか、できてるできてる、そう、いいね、あまりいいね、ナイス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 パパとリオとのママは台無しにしてるんですよ、振りを。何ですか、振りとか知らんし、そんなん。これ普通おかしいやん、だって。ポンポンポン、そうそう、ああそう、見て完璧よ。完璧、あんな見た。今はファインプレーの練習をしてるわけですから。あ、なるほど。はい、広がって、しかも取るときはグローしたからだよ。かぶせちゃダメだよ。そこ基本それは知らんすね。パッと取って、ここでも投げたらいい。
癖になった。癖ついたやん。もう今後全部ボール取るときこれをやり出しますよ。キーパーやってもキーパーやってもらっちゃう。癖ついたやん。キーパーやっててこうやって一回で行くよ。おいおい、はい、今のいい、はい、何の何の今のいい、何が、なんで今のできたのに。おかしいな。なんなんこのチーム、青ばっかりやな。青ばっかりやんけこのチーム。じゃあ一生懸命と、あ、もう癖になってる。ほら、もう変な癖になってるもん。ほら、魚ですよ。魚にまで釣られた。ああほら、絶対受けられへんやん、キーパーこんなんしたら。何が変な癖ついたから。どっからでも、どこに来ても跳ねるでしょ、球が。癖になるからね、それが。ほら、受けられへん、受けるわ、こんなん。おー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 、はい、けいちゃんチャンネル、ケイチョンチャンネル始まるぞ。ケイチョンチャンネル、ケイチョンチャンネル始まるぞ。パラッパラーパラッパラー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 。はい、おっとっと、リオとのキャラが変わってる。ね、リオとこんな子じゃなかったんだけど。いいね、はい、いいね、神様、あかん、抜き出せ、はいはいはい、リオと何に座るの、やめて、リオと、リオと、リオと、こん、あかん、この帽子かぶったら、被ってんだよ、神様チーム入ってあかんって言う、こんな帽子かぶったら、こんな、おい、こんな、どうだ、やめろって、で、チーム入れられるよ、あんちゃん、帽子、サニナママにも、あ、はい、はい、ちょっと、いや、なんでこんな帽子だったんだろう。それ、あのチームで2番目ぐらいに汚い帽子で。イエーイ、あー、もういい、ラッツラッツ、あいけるよ。ラッツレイ、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 もっと飛べる。そう、こっから飛べるよ。どうや、そういうこと。ねえ、リオット、どうやった、頑張ってた。もっとできる。もっとできる。まだもっとできる。もっとできる。じゃあ最後1本、いいの決めたら終わりましょう。よし、行こう。ラストね、ラストよ。やる。あっ、おい、なんでそば、痛い。さあ、インサイドで止めた。インサイドで止めてやるな。はい、これ。まだ、まだ、まだ。チーム神様入ったから。チーム神様こう入ったんだから。いやいや、チーム新しいメンバーが入りました。いいじゃん。我が取りなさい、リオと帽子を取りなさい。新しいメンバーが入りました。はい。ダメだ。入団。ちょっとやめてよ、入団させないでって。ね、入団したら何やってるやつか。まあ私の1をあげますよ。1番あげる。そんな期待、どんだけ背負わすんですか。何がですか。そんな野球やらないですから、リオとサッカーですから。始める野球。始めました。始めました。ここまで夏かさ、始めました。ね、夏かさないで、そこまで始めたんだもん、もうしょうがない。ケイト一色なってるやん、リオとが。リオと帰っといて、こっちに。いやいや、あれもやっといたらいいじゃないですか、うん、荷物持って帰るじゃんけん。そうだよ。荷物じゃんけんがあるから。そうそう、いつもうちのチームは、試合が終わってじゃんけんして負けたやつが、次の時まで荷物を保管して持って帰るっていう。すげえやな、恐怖のじゃん。荷物どれですか。荷物はこれ。これ、うわ。だからもし荷物が見えたら、ママに言って取りに来てもらって、でもお家で保管していただいて。ちょっと一旦嫌です。で、言ってしないか、置くとこないか。その次の日、次の練習日、試合日にもし予定が入っていても、荷物だけは朝一で持ってこないといけない。な、早速じゃんけん行こう。よいしょー。お前さん気づいてよ。やば。最初はグー、最初はグー、じゃんけんぽい。よいしょー。
ゃないよ、リオト。リオト、しょうがないな。負けてしまったもんな。うん。まあまあ、じゃあ次の練習日。4月の開幕か。そうです。何開幕？4月の開幕ぐらいまでないので。開幕って何？4月 の、 あの野球の開幕まで、ないので、1ヶ月半ぐらい今。ないって、荷物置くとこないですって、そんなの家に。お前んとこってどれぐらいの広さだったんだっけ？5畳です。5畳。5畳で、5畳に1畳分ぐらいの荷物がずっとあったんだよな。はい。5畳。はいじゃなくて、なんで気づ、え、なんか言った方がいいって、おかしいって、君、本当に。君、おかしい。いや。だってさ、普通監督がどうにかするやんか、そういうのさ、うん、なんで君がどうにかしてんの？おかしくない？え？チームのメンバー、そうですね、チームそうですね、チームはみんなの背中を持ってて、みんなのものを大事にして、みんなで支え合って、そう、100点満点です。10年を境に荷物じゃんけんを抜けることができるので、リオとは今日から入ったんで、うん、10年間このじゃんけん参加させます。ルールだから。今何歳っけ、リオト君？10歳。はい、10歳。20歳まではこのじゃんけん。だから負ければいつもうちのチームの荷物はお宅にあるでしょう。え？知らないです、ね。マジか。野球の後って飯とかもありますもんね。はい。今日今から飯行きます。え？何？今から飯行きます。いや、行かないですよ、私。帰ります。飯、行くな。はい、じゃあ、はい。まあ、あの、時間もあれなんで、はい、グラウンド整備して、はい、はい、帰る人にしましょう。はい、はい、はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。リオト、やばい。チーム入っちゃったよ、めっちゃ。よし、行くぞ、みんなで。走ってって、みんな。一番走ってってるやん。一番って、マジで。だから、あかんね。リオト、あかんね。走ったら歩いて。あの子小指の小指直らへんて、もうショットがいいよあれ、ほらすごいすごいやるよ、ちょっともうほんとゲスト懐かせすぎです、いやおかしだって、もう変なしつけが入ってるから、あ、ホンディにも懐いてるわ、ちゃんと、ホンディでもね、いや、みんなに懐いてますよ、やばい、だって大好きなんだもん、クリちゃんのことがリオさん、なんでこんな懐いてんのやろ、大丈夫よ、ママこの後リオの楽しい、ね、楽しい、よかったな、ね、ちゃんとやってる、偉い、でもない、でもまあある意味リオともこういうなんか真面目なとこ見れたのはよく良かったかもですよ、はい、学びがあるかも、やっぱね、男社会を教えないといけない、そうか、女社会やもんね、ちょっとおばあちゃんに出てる、男社会は教えたいけど、この社会はちょっと、いや、大丈夫、お菓子社会はおかしい社会なんかない、おかしい社会、すごく、でもすごくリオとは順応してると思う、こういう社会でも、まあ、偉いなと思う、そういうのは偉いと思うけど、うん、一番身近なすごいじゃん、今日のファインプレーの話でもしてるよ、うん、普通持ってあげようかとかないわけ、一番ちっちゃい子が持ってんのに負けたんだ、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアリオト、デジョー、ハッピーバースデートゥーユー、イエーイ、ありがとうございます、で、どうしたの？リオドから。リオドから。何これ。やつだこれ。あれ。大きいの。いやこれキャップじゃないこれ。これ。あリオド似合う似合う。似合ってる。でもリオとか選んだの？いやーねー嬉しいっすね、うん、嬉しいよ、ありがとうな、リオとな、ありがとうね、ママ、ま、
チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。